ご近所の家はもう俺が見えてます。これ本当にカビが今回出てきたと思うんですよ、この10日間。はい、そうだよね。10日間ぐらいで。10年ぐらい住んでない家みたいな感じですね。そうそう。お疲れ様です。ひどいですね。はい、頼んで どれぐらいできたんですか、これ。ちなみに僕らなんか結構もう 100件か200件ぐらい頼んどったんですよ。そうですか。ほんでもたまたま僕らは本当にもう屋根登るプロなんで、塗装の職人とか島の職人とか、それで屋根がなんか大変だから、はい、まあ、塗装の職人さんみんな集まる、僕らは塗装屋なんで、で集まれみたいなで屋根登れる人ばっかり得意が集まってきたんですけど。そうですか。いや100件ぐらい溜まってました。まだでも1週間ぐらいじゃないかと思います。はい、ですから早い方だろうと思います。そういうことですね。はい、結構ボランティアも入ってくれて、みんな入ってるんですね。これみんなボランティアでやってるんですか、自分たちでやってるんですか。本当にありがたいです。もうみんな入ってきてるんですね。本当にありがたいです。はい、なんかこうブルーシートをかけるだけで何十万も請求されたとかっていう、なんかニュースになってましたね。はい、そういう話も実際聞いてますんで、で実際に被害に遭ったって人知ってますから。あ、本当ですか。はい、だからうろうろしてるんですか。え、もうあの人とあの人みたいな話で。何ですか、半日ぐらいで。もう、でそれもひどいかけ方で、また直さなきゃいけないって。そうですね。だから本当に助かります。そうですね、本当に助かります。ただ僕らもこれほんでドロムでやるだけなんで、多分そう長持ちしないと思います。向こうでもちらっと言ってたんですけど、UV 性というか太陽に強いドロムもあるんですよ。でそれじゃないんで、多分下手したらアザラシになっとったら1ヶ月2ヶ月ドロム袋自体がもうちょっとずつ砂が出てくるんで、もうとりあえずもうもうこれで2回3回ぐらい雨が降ったんですけど、降るたびにもうどんどんべちゃべちゃで、白カビが上も下も生えてて、ちょっと水が溜まって引かないところもあるし。マジか。ちなみに家の中見せてしまっていいですか。どうぞどうぞ、構いません。ありがとうございます。ですから本当にありがとうございます。もう、まあ、でもそうですよね、こういうのでみんなまた動き始めて、靴のままどうぞ、構いません。そうなんですか。そうなんです。もう濡れちゃってますから、どうぞ本当に靴のまま行ってください。すいません、危ないから。はい、すいません、失礼します。はい、失礼します。はい、わ、本当だ。あらー、落ち着いてさそう。すごいですね、これ浴びちゃって。だいぶ、あ、もうただ漏れですか。うわー、だいぶ結構もう電気も来てないですもん。なんか結構水が溜まって引かないって。こんだけ電気使おうとして。そういうことですか。はい、乾いてないですもんね。あと玄関のところもかなり水漏れがしちゃってですね。はい、この辺ですね。この辺もかなり靴でいっていいですか。かなり水浸しになっちゃった。ちょうどこの辺から多分雨漏れしたんだと思います。そうですね。この辺ですね。本当ですね。この辺が水浸しになっちゃって。ここから、はい、今どちらに住んで見えるんですか。まあ私たちは若夫婦っていうんですか。ところにしょうがない。離れたところに。お母さん。そういうことですか。それがある人はいい。お母さん一人で住んでたんですけども、ちょっとここじゃ住めないんで。そうですよね。あとこの階段です。はい。ひどいのはこれがもう。かなり、うわ、これを直すのはもうですよね。そうなっちゃうんですよね。あと、はい、どうされるんですか、でもこれ。いや、工事壊すしかないのかなと。あ、いいこと。しかも多分いいですか。多分厳しいですよ。あ、そうですか。ここまで生きてる。お前ちょっとリフォームはきついと思う。かなりの金額ですよね、これ。へえ。これちょっとあまりに立てた方が上物だけ立った方が早い、安いから。ああ、でも本当になんか靴で上がらないと。まあ全部落ちちゃってるですね。はい、悲惨です。もう、うわー、すごいな。皆さんですね、この辺の人はもう。まあ
ね、上が見えないだけまだいいのかなっていうぐらいの話で、いやこれはすごいよ、だいぶ、はい、ご近所の家も上が見えてます。これ本当にカビが今回出てきたと思うんですよ、この10日間、はい、そうだよね、10日間ぐらいで10年ぐらい住んでない家みたいな感じそうそうそう、シャトイブまだ本当にあの台風が過ぎてから何日もないんですけど、はい、本当にこういう状況になっちゃいました。うわ、皆さんがすぐ想像絶しますね、外からカビが入るっていうから本当かなと思ったらすぐでした、ね、すぐカビ入っちゃいました。なんか電気とか水とかは大丈夫でしたか？夜中の2時頃ですね、電気が消えてもそれっきり9日間9日間そんなにダメでした。で、水だけは出たんで、まあ、トイレとかは使えたんですけど、物資みたいなの届いてるんですか？いやもう最初はもう混乱してるっていうか、電話も使えないし携帯も繋がらないし、はい、どこがどうなってるのかさっぱりわからない。ただ自分の家の周りを見ただけでもうこれは大変な状況だなっていう。で今その僕らその市のセンターに置いてきてすっごいブワーって溜まってたんですよ、はい、そういうのちゃんとトイレットペーパーとか届いてるのかなって。僕らも出たらもう一回でもあるっていうぐらい積まれてたんで、あトラックで持ってくる必要なかったなって言われてたんですけど、結局冷蔵庫のものが、まあ、2,3 日のうちは良かったんですよ。あそうかそうか。ただその後がどうしたのかなっていうのが、でお店も徐々に開き始めて、建物の方は割と早く開いたんですけど、それでももう最初の頃は50人ぐらい、開店と同時に50人ぐらい並んでて、まああるものを買って、ただ置いとけないんで、冷蔵庫に置いとけないんで、もう、はい、だからもうその都度その都度。でその後になってやっと非常食だとか水だとかを今配ってるよって話になったんで、うちの家に行って、はい、ただ私も妻も仕事がありますから、仕事に行かないわけにはいかないんで、だからまあそういうことですね。そうだ、まあ降りましょうか。だからブルーシートをかけられる方がまだありがたいというか、かけられないお宅もまだ多いんじゃないですかね。でも皆さんその瓦を直したりっていうところまでは行ってないですか？直してるところは行ってないですね、人もが足りない、資材が足りないんじゃないかなと思うんですけど、はい、そうですよね、はい、でも台風の直後やっぱり結構こう情報が入ってこなかったりとかで、全くないですもん、全くないです、オール電化なんですよ私で、ね、どうにもならなくてどうにもならない。そうか、オール電化だから、はい、もう電気終わったら何もないです。湯もガスもないし何もないですもんお湯もお湯もダメ、呼吸ともやられちゃって、まあ電気来てないからダメですけど、すごいですね。ここら辺一体全部ですか？まあほとんどやられてるんじゃないですかね。そうですね、ちょっと入ってきた時も見とると、はい、やられてないお宅はラッキーっていうことだと思いますよ。見ていただいた通りまだまだ大変で、まあ屋根の職人さん故障はもう本当にないってことですね。本当にないです。でボランティアセンターでもやっぱりすごい厳しいみたいで、高所僕らがやりたいって言ったら、高所もやっぱそういうプロじゃないとダメだぐらいの危険だから、やっぱ安全重視だから、そうですよね、で3時までしかダメとかルールすごいやっぱ厳しいんですよ。3時まで帰って、もっと4件ぐらい情報くださいって言ったんですけど、もう 2件しか渡してくれない。でも3時までしかやっちゃダメだからって、相当厳しい状態ですけど、まあ1軒でも2軒でも回っていただければ、まあ、本当に助かりますよね。南房総市のボランティアセンターだけでもう100件ぐらい、もう屋根の高所作業っていうのだけで100件ぐらい、またこれ多分一緒に動画も流れとると思うけど、普通の塗装の職人さん、足場の職人さんだったらまあ簡単にできると思いますんで、まだまだ土日とかね、近くの人行っていただけると助かります。はい、本当に雨が降ったり、大風が吹けばそれはできないのは自分承知してるんですけど、
本当に直すという段階ではなくてブルーシートをかけてとにかくしのぐ、ただそれすらできないお宅もまだあるっていうことを知ってほしいです。ほとんどの方が被災されてるというかこういう状況だと思いますんで、もし支援いただければ本当にありがたい会議です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。